おはようございます。夢人の夢人による夢人のための情報番組。土曜朝の気分は上上。はい。ママテヒナです。上野ひろです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、なんともう5月が終わりでございます。早いよ。早いね。びっくりするよ。もうあっという間でございます。はい。はい、5月の25日でございますが、はい、25日はどんな日なんでしょうか。はい、ママテヒナの今日は何の日。はい。とんがりコーンの日なんや。とんがりコーンの日だそうでございます。はい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 、はい、ですね、東京地区で新発売となった5月25日で日付が設定されております。はいはいはい、で、今現在発売から46周年。うん。ですね。すごいね。で、そんなとんがりコーンの美味しさや楽しさをさらに多くの人に知ってもらおうというのが目的でございまして、あの40周年の時にはパッケージがね、うん、数量限定期間限定で発売されたものがあったみたいでございます。とんがりコーン久しくでも食べてないですね。あ、俺こないだ食ったよ。本当ですか？やっぱ指入れます？指、うん、いや、指は入れへんかったけど、うん、あれって入れてこうやって食べる食べ物なの？いやいや、違う、なんで？なんで？なんで？もうそういうもんなんちゃう？なんでいちいち入れてからこうやって食べる？だってこう、イエーって一回爪にして、いや俺の指な、太いから入れへん。あ、入れへん、乗っかる、帽子？いや、なんか楽しく食べれるよなと思って、まあ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 、子供は絶対やるよ。うん、一旦見てっていう指人形してから食べる。間違いない。でもなんか楽しく食べれるんですね。うん、いいですね。味もなんかどんどんいっぱい増えてきて。そう。いろんな味がね。久しく食べたいな。久しぶりに買って帰ろう。ぜひとんがりコーンの日ですからね。そう、みんな食べましょう。食べてみてください。うん、はい、そして、はい、ターミネーターの日。うわ、来たね。来たよ、シュワちゃん。前もあったな、こんな、うん、ヒラさんがうおーって言ってた。いやだって1、2、3、4まで一応見てるな。おお、さあ、こんなターミネーターですが、はい、日本で初公開されたのが、うん、1985年、うん、昭和60年の5月に、はい、ということで、はい、記念日はですね、2015年が30周年だったそうで、なるほどなるほど、その時に記念して、うん、初公開の日にちなんで制定されたようでございます。はいはいはい、ターミネーターね、うん、ユニバーサルスタジオジャパンでしか知らない。はい、マジで？そう。え、だってあれ見てへんかったら意味分かれへん。分からんから、かっこいいなーって見てる。見てた。そう、もう今なくなっちゃってね。なくなっちゃいましたよね。コナンに変わったんですよ。そうなんで全然分からへんし、あのポージレイカさんだね、分からんけど。あやのポージレイカはターミネーターには出てこないから。出てこないの？誰？出てこない、出てこない。あなたは誰？サイバー団員社の人ですよ。あ、そっかそっか、サイバー団員社にサイバーアッター。そうあの回楽しいけど。そう。あ、出てもこないですね。出てこないと思う。脱退したんですね。いや、別にあの何、あのサイバー団員社があのターミネーターの中で出てきて、あ一番遠くから来た人、青森県、まあ中途半端に遠いところねとかで、そういうことを言う人が出てくるわけではない。ないか。映画には出てきますよ。確かに、ちょっと世界が変わるからね。いや、そう、だから、はい、ちゃんといつか見なあかんなとは思いながら。はい、まあ、これね、でもね、うん、1があって、うん、で、2があるんですけど、うん、この1と2でも全然クオリティが違うんですよ。もう1はね、どっちかっていうと、お金ないので作ってるようなやつなので、なるほど。まあ、それでも、機械、あのそのターミネーターの機械のやつとかは、うんうん、もう子供にしたらああいうそのアンドロイドみたいな、この焼け焦げてここがなんかあの鉄が出てるみたいな、あんなんはもう子供にしたらすごいもう嬉しいから、うん、もうめっちゃめっちゃおいと思って見ててんけど、2になったらもうだってあのキャット、あのだから T2000 っていうか、うんうん、もうあの何、あの形がぐにゃぐにゃ変わるし、うんうんうん、うん、もう何こいつみたいな。知ってる知ってる。銃で撃ってもバーンってなんかふにゃるけど、もともとふにゃる。あの辺からもう全然なんやろ、レベルが変わってくる。そう、レベルが変わってくる。で、3行って4行っていって、もう本当にわけわかんない状態になってますけどね。はい、で、いつまであのチップはなくならないんだ。そんなターミネーターの自分をなくせばチップがなくなる言うて2で消えてったはずやもんね。まあ、I'll be back言うて死んだから、まあ、帰ってきたって言われて、それは帰ってきますよ。はい、そんな日でございます。はい、ありがとうございました。はい、
さてさてですね、はい、来ましたよ、はい、まず行きます。シネマどんぶりのコーナーでございますが、今週もネタございませんので、はいはい、ですね、今週はネタがないんですが、この方にネタを提供していただきたいと思います、はいはい、中之島映画祭企画長西野さん、はい、ということで西野さんでございます。はい、さあ、はい、先週は、はい、グランプリ紹介をしていただいたんですが、はい、今週は何からいきましょうか。そうですね、はい、今年の22回中之島映画祭では8本の作品を上映させてもらったんです、はい、で憧れドールがグランプリだったんですけども、はい、他に7作品、これもまた優秀作品として、はい、上映させていただいたんですけど、うん、それをちょっとご紹介していきたいなと思っております、はいはい、順番にね、これね、あれなんですよ、僕らがどれぐらい熱く語るかによって長さ長く行き過ぎたら次のやつが喋れないみたいな感じ。あ、じゃあ今日は トライアルでいきたい。何本紹介できるかは何本紹介できるかは熱量による、はい、ということで、はい、1本目、これアイウェイ順でいくってことですね。そうですね、はいはいはい、まあ、アフガレドールは置いといて、はい、アイセルフ、魂の世界という、はい、映画が来ました、はいはいはい、すごい短い映画なんですよ、うん、14分20秒しかなかったんですけども、うん、山崎匠さん、宮原慶人さん、藤川レオさん、八曽根まどかさん、この4人 の、うん、共同監督の作品なんです、うん、はい、でそれでいて、この4人ともね、実は弱視、ちょっと目が見えにくいというか、うん、いう方なんですけども、うん、その弱視の方の世界、うん、まあ、見え方というか視界というか、うん、考え方というか、それを紹介するというか、うん、それを映像で見せてくれたという作品なんですね。で、決して暗い映画ではないんです、うん、それの人の世界観というか、その要するに私の世界っていうところがありますので、うん、それを本当見せてくれるっていう、うん、全然明るいんですよね。はい、で主演もされてる八曽根まどかさんが、うん、まあ、当日にも来ていただいたんですけど、はい、本当にね、素敵な人で明るい感じの、うん、人でした。はい、はい、で最後先々週挨拶されてますけどね。はい、はい、でもうすごいね、なんていうのかな、やっぱりそういう映像化できるっていう、うん、まあ、要するにで僕ら体験できないこと、うん、映画っていうのは、うん、ある意味うん、いろんなことを体験させてくれる、ね、まあ、人生であったりとか、うん、でそういった意味ではもうすごくうん、なかなか見れない世界を感じさせてくれたっていうのがすごく評価されたのかなと。なるほど。でそれとですね、八曽根さん歌もうまくて、ああそうなんですよ、これもうね、ラストのね、エンディングの曲、うん、エンディング、あれ何分間ですかね。もうそうですね、ちょっとなんていうのかな、結構ね長めに歌ってますで、はい、だから多分3、4分あると思うんですけど、もう本当にね、ものすごい綺麗な声なの。そう、すっごい綺麗な声で、これ、うん、八曽根さんが詩も書いてあるんですよね。でもそれがまたエンディングで流れる時に、うん、ものすごくなんかすがすがしい気持ちになれるというか、うんうん、ちょっと感動しましたね。はいはいはい、なんか話を聞くと、八曽根さんずっと小さい頃から音楽の方を力で入れてはったり、思わずいろんな才能あるんですね、すごいですねって言ってしまいました。いやいやいや、すごいですよね、本当にね、はい、いやで、これ実はあれなんですよね、そのある大学、そうです、大学の学生さんなんですね、それの、まあ、卒業制作と、そうするというか、それで作られた作品なんです、うんうん、で、まあ、中之島映画祭、学生さんの映画が最近なかなか選ばれなくって、うんうんうん、あれだったんですけど、うん、今年は学生さん映画出したいなと思ってたんですが、うんうん、まさにぴったりで、ね、はい、選ばさせていただきました。だから、その弱視の人を受け入れている、うん、大学の、まあ、そういう授業があって、うんうんうん、その授業の中での卒業制作っていうことで、でしかもね、僕は舞台挨拶で聞いたんですけど、はいはいはい、プロデューサーされてた先生なんですよ、はいはい、で先生は実は映像のプロじゃないんですよ、うん、全然プロじゃなくて、
でその前の前任者の方がそういう映像が得意で、映像のことやってはったらしいんですよ。で募集要項にはそれが書いてあって、でその人が後任に入ったらそれをやるつもりなかったらしいんですよやるつもりがなくて違うんですみたいな感じで、えでも私それで入ったのにみたいに言われて、じゃあやるみたいな感じになって、その前任者の方かなとか、そのお知り合いの大阪にいる映像に詳しい方とかに相談をして、そういう方たちに手伝ってもらいながら実は制作をしたという。なかなかね、映像的にすごい凝ってるんですよ。いやもうあれね、びっくりしますよね、はい、だからグリーンバックとか使って結構なことやってるんだから、すごい。でしかもその弱視の世界っていうのを見せるために、そのなんていうかな、わざとこの周りをぼかす、でこの中心部分しか見せない、でそれをやるためになんていうかな、いろんな工夫をやるわけです、割とアナログな工夫をいっぱいやりながら、そういう世界を見せてくれるっていうね、だからもう本当にね、なんか新しい体験させてもらったっていう方が多かったと思います、はい。途中でね、プラネタリウムのシーンとか出てくるんですけど、このプラネタリウムのシーンがなかなか壮大なんですよ、はい。それもね、ただ単にプラネタリウム行って見てるっていうだけの映像ちゃいますよね。違うのよ。違うんで、後でね、その歌のところになったら、そのメイキングがちょっと入ってて、メイキングがね、またね、これはね、こんな風に撮ってたんやみたいなね。そうメイキングって楽しいですよね、でも、はい。それがだからね、本編10分ちょっとぐらいのやつに歌の部分4分ぐらいのところにそれが入ってるわけでしょ。だからもう見終わったと結構お腹いっぱいになってるのよ。15分弱やのすごい満足度、満足感があるんです。だからそれも本当に面白いっていうか、その映画作りの世界もちゃんと見せてくれてて、でそれもちゃんとテーマと関連してるから、だからそれがまた見応えもあるっていうのがあったと思います、ね。はい、そうですね。はい。まあぜひ。これもまたどこかで見る機会があればね、ぜひぜひ見ていただきたいなという。20秒だからね、はい、すぐ見れますね、はい、で続きましてもう一作品、はい、さまよえ記憶来ましたね、はい、野口雄大監督の作品、24分30秒で30分もない作品なんですけど、結構濃密な、構成といいますか、いうのがありまして、で、諸諸岡さんとか、竹原よし子さんとか、まあ、かなり有名な方も出演されてて、で主演の春夏樹さんなんかも、本当子供を失った母親とその父親とのストーリーなんですけどね。だからこれね、ちょっと難しいんですけど、難しいっていうかな、間違えるとあれなんで、一応正確に言っとくと、子供を失った母親、まあ失ったというか失踪して探してるんですよ、山の中もう何年、4年前やったかな、に子供が失踪していなくなった、でそれをずっと探し続けているお母さんがいるんですね、このお母さんのお父さん、だから失踪した子供からしたらおじいちゃん、おじいちゃん、夫婦じゃない、だからおじいちゃん、おじいちゃんがもろもろお母さん、でお母さんが、春夏樹さんっていう方でね、でそこにすんごい怪しい駄菓子屋のババアが出てくるっていうところがそれが竹原さん、はい、そうです、はい、まあだからそこからいろいろ展開していくという話になってるんですけど、記憶、人間が生きていくといろんな経験していきますよね、当然その記憶っていうのはからみんな残っていくんです、でその記憶が迷うというか、どうなっていくのかっていうのがちょっとファンタジー要素もありながら、その大切さっていうのを問いかけるっていう作品だと僕は思ってます。まあ綺麗なファンタジーとして描かれた笑うセールスマンみたいな感じですね。そうですこれをやったらどうなるよって、もぐろくぞは出てこないんですけど、代わりにはだけもろもろ岡さんは出ますけど。はい、そうです。はい。もう本当にね、主演の春夏子さんが、
もうすごい魅力的というか、まあ、監督もね、あのオーディションで決めたけど、もう彼女の演技を見て一発で決めたみたいなことをおっしゃってましたね。はい、あの本当はあのなんていうのかな、あの親子、うん、まあ言うたら、まあ、おじいちゃん、うん、娘、うん、でさらにその子供、うん、その親と子の愛情っていう、うん、その大切さでそれぞれを思う気持ち、うんうん、そういうのをまたすごく描いていただいてて、うん、もう幅広い人たちに、あの年代的にね、うん、幅広い人たちに支持されたんではないかなと思います。はい、はい、あの面白い作品でした。面白い、本当に面白かった。まあ、映像的にもすごい、あのやずっと山の中なんですよ。基本が山の中で、その、息子が、失踪したと言われる川辺に、あの川辺で行方不明になって、要するに遺体が見つかってない状態なんですよ。だから本当失踪っていう形で、うん、だから母親としたら、もう子供の愛情があるから、うん、何としてでも見つけたい、見つけないっていう、そういう気持ちと、うん、あんまりのネタになってしまう、そのお父さんのきっと感情も出てきて、そうなんですよね。いやでもね、これが本当ね、あの、まあ、そのじゃあ息子どこっていうのを調べ、うん、もうずっと探してんねんけど、探す方法が見つかるんですよ。見つかるんだけど、ほんまなんそれみたいなのもあり、あで、ほんまにやったらどうなるかっていうと、これがまた切ないんですよ。そうそう、切ない、これが切なくてね、ちょっと涙なる可能性もっていう、はい、もう相当僕らヒント言いまくってるんであの野口監督にそろそろ怒られそうもう引いた方がいいかな、そろそろっていうぐらいですね。ですね、あのでもとにかくあのその親子の愛情 と、うん、それに対する強い思いっていうのを、うん、本当改めて感じさせてもらえる作品で、さまよい記憶がなんと U-NEXT で見ていただけると。まあ、あの僕らとしては、ね、映画館で見てほしいなと思うんで、どっかでかかれば ね、うん、ぜひそちらの方にそのスクリーンで見てほしいなと思いますけども、うん、あの今僕らが言ってることがどういうことなのか、はい、かなり際どいヒントをあの僕らは言っているので、うん、あのもう感情に任せて僕ら言ってますから、多分見ていただく、あーこいつら言ってたんこれやったんかみたいな、はい、話になると思うんですけど、かなり切ない部分があります。そしてラストも結構ね、あ、そういうかっていうのはちょっと切ない、ストップ、もうダメ、もうダメ、もうダメ、ストップかかったんで終わっときます。これ以上言ったら24分全部出れます、はいはい、言いたくなるんですよね、もう知ってるとね、もうそうでしょ、見てほしいのもあるけど、言いたいのもある、うんうんうん、見た人と会話しましょう。あ、そうね、そうね。見た人はあの声かけて。一緒に喋りましょう。一緒に喋りましょう。はい、一作品ずつ。あの番組ガイド。いや本当に。はいはい。まあ盛り上がりますね。さまよい記憶のうち。はい、ということですね、はい、はい、どうもありがとうございます。じゃあ、まあね、まだまだ あと5作品、はい、あと5作品、はい、ございますので、時間どう、時間はもうちょっと多分もう危ないです。次週にだいぶ喋ってます、ね、はい、もうなぜ、さっきの龍馬が20分近く喋ってます、一回喋ったら楽しんだね、続きは次週、はい、ということで、はい、今週はこれで終わりたいと思います。シネマドンゴリでした。はい、ということでですね、今日はですね、ユニット情報なんですが、はい、なんとゲストが来てます。ゲストの方、はい、ここに来るの、いや、ごめんなさい、あの後ろに出ます画面が、まあ、もういつも通りなんですけど、画面に出てくる感じで、はい、ね、こっちへ出すか、はい、ちょっと、はい、はい、ということで、はい、今日はですね、誰に来ていただいてるかと思います。世界龍馬学校っていうんですけどね、うん、で学校っていうと、うん、ほらあの学ぶ校舎と思うじゃん、うん、違うの、違うの、楽しむ方、楽しむ方の学校、世界龍馬学校の主催をされてます、柴崎義弘さんです。よろしくお願いします。はい、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 ということでですね、この柴崎さんなんですけど、はい、なんで今日お呼びしたかと言いますと、はい、僕ですね、まあ、あのよく長崎に出張行くんですよ、うん、ついこの間も行ってたんです、うんうん、でなんで行ってんねんっていう話なんですよ、はい、でなんで行ってんのかというと、僕は長崎で坂本龍馬ってすごいこう活躍してた場所なんですね、うんうん、ではっきり言って坂本龍馬の活躍って長崎から始まってるぐらいの勢いで考えてもいいぐらいなんですけど、うんうん、その長崎にいっぱいいろんな龍馬に関わるものがあるんですけど、うんうんうん、
もう僕は長崎に行ったらまずそこに足を運ぶことから始めるという、うん、坂本龍馬の銅像というのがあるんですよ、はい、風頭山っていう山のてっぺんにあるんですけど、うんうん、でその、銅像をなんとこの、柴崎さんは建てた張本人の人なんです、うん、なんですなんですなんと、はい、でその坂本龍馬の銅像が、建ってこのついこの間の5月21日が35年目だったんですね、はい、でその、まあ、35年前に実際に37年前から活動をやって平均年齢26歳の若者たちが2年間でですねなんと1000万超えるお金を集めましてそれで銅像を建てたと、その立つでかいの会長が柴崎さんということで今日はそのお話をちょっとねお伺いしようということでお越しいただきました、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、え、柴さん俺間違ったこと言ってないよね大丈夫あのというのがもう柴さんって言っちゃってるんですけど、うん、僕はあの長崎行ったらもう毎回必ずあの柴崎さん捕まえて一緒に飲みに行くまあ飲み友達でもあるんです、うん、まあ、だいぶあの先輩で兄貴なんですけど、うんうん、本当にですねこの坂本龍馬の銅像をね、うん、あの銅像を作るってどう思う？すごいよ、結構でかいよね、3メーターぐらい、で、その銅像をさ、作りましょうって言われてどうするじゃん？どうするのってなるよね。どうするのってなるよね。なるよね。どうやってやんのって。で、まずいくらかかんねんもそうやけど、うん、どれぐらいの期間かかるとかさ、いろいろ考えることあるよ。銅像って言ったらまずどうやって作るのから始まるんですか？いや、そう、どうやって作るのやねんけど、作るっていう言い出しっぺが、まあ、この人以外に一人いて、うん、で、その人が言い出したのはいいねんけど、さあどうやって作んねやろみたいな話があるわけですよ、うん、で、僕はこの話を聞いて映画にしたいと思ったんです。おう、しようと思ってます。いつ？もうちょっと今取材してる最中で、その取材相手でもあるんですけどね、うんうんうん、はい、で、まあ、もうちょっとその辺の詳しい話というかですね、うん、いろんなお話を、柴さんにお伺いしながら、まあ、5月21日がそういう日だったというお話をちょっとさせていただこうということで、うんうん、今日はお呼びしてるんですけども、ね、柴さんそのこの立つでかいの関わりっていうのはどんな感じだったんですかね。あの今ちょっとほら話に出たんだけど、うん、まあ、こういう活動の、あの、根性運動のね、うん、言い出しっぺがいるわけです。はい、はい、いますね、はい。その言い出しっぺっていうのが、実は、まあ、その名も、つまり、焼き鳥龍馬。風雲寺焼き鳥龍馬っていう。龍馬。龍馬の、まあ、マスターだったわけです。はい、そうですね。で、まあ、そこで、まあ、看板通り龍馬っていう看板だから、まあ、龍馬の好きなたちが僕がそこに行ったわけね。うん、まあ、ある人から、まあ、教えられてね。はい。だから、そこの、マスターが、まあ、自分の龍馬が好きで、そういう焼き鳥屋をね、まあ、会社を脱藩して始めてたわけで、はい、その人が、長崎は龍馬の活動の根拠地だから、うん、自分たちの銅像が欲しいねっていう話を、まあ、聞いたわけね、はい。その時の逸話とかあるんですけど、うん、まあ、それはちょっと映画見てほしいなと思うんですよ、うん、そうですね、めっちゃおもろい話があるんですよ。めちゃめちゃおもろい話がいっぱいあるんですよ、うんうん、そうなんですよね。で、そっから2年間で、まあまあもちろんその最終的には企業からのお金とかも入っての話ではあるんですけど、うん、基本でもね、だって昭和62年の話が始まった、うんうんうん、どうやって集めたんですか？うん、まあ、あの、まあ、方法は一つじゃないんだけども、うんうん、基本的にはですね、うん、やっぱ多くの人に、うん、賛同してもらいたいということがあるから、うん、一番最初にやったのが街頭募金。街頭募金や、赤い羽お願いしますみたいな。そういや、ほんまにあの坂本龍馬の銅像長崎に建てたいんでよろしくって、うん、でも最初なんて言われたんですか、その長崎の人たちから。まずその知ってもらいたいのが、そのホテルさんに龍馬さんをね、長崎の龍馬との関係を知ってもらいたいんだけど、まあ、知ってる人はもう、うん、それこそ35年前は非常にまだ少なくて、うん、ないわけですよ。なんで建てるのっていう人がほとんどじゃないですか。だからなかなかね、うん、その進まないわけですよ。そうよね。で、結局柴さんたちはどうやって知らせていったんですか。最初にあの声を出した時に、だから坂本龍馬の活動の根拠地である長崎に銅像を建てたいっていうことを言うわけです。はい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 、簡単にね、うん、そしたらそれに向かってなんでっていうところが始まるから、はい、なんでっていう人に、じゃあ長崎っていうのはこうやって龍馬が亀山社長や海援隊を、ね、作った根拠地で、まあ、海援隊発祥の地という言い方を街頭募金でよくしてたりと、はいはい、
まあ、海援隊発祥っていうのね、そういうことをまず説明するとこからやっぱり始めた。で、会員さんもさ、あの僕はね、当時それでも31歳だけど、後の会員ってもっと若いわけですよ、うん、20代。で、そういった話をすれば、なんで建てるんだっていうところから始まって、そのやっぱり最初は、なんで建てるんだって言われたことによって、やっぱちょっとめげるんだよ。うんうんうん、じゃあ違うってそうじゃないよ、なんかそんなに知られてるわけじゃないから、うんうん、いや実はこうやって龍馬と長崎の関係があるんですよってことを説明しようっていうとこから始める。そして何回もしてればそうやって逆に知ってもらえるわけです、うん、そうなんですね。で知ってもらえればそこからあじゃあっていうふうに協力してもらえる人が増えてくるっていう、もうそこがまず最初 の目的というか、まあ、段階ですよ ね、そうですよね。だから本当に全然関係ないんちゃう、ね、だって坂本龍馬って高知の人でしょ、うんうん、なんで高知の人の銅像を長崎に建てる必要があるの、うんうんうん、っていうところから、うんうん、そのいやもうこういうふうにこの長崎でほらもう亀山社長も平林にあるでしょとか、うん、そういうのをもうちょっとずつ草の根運動で、うんうん、あの 毎週なんですよね。毎週、ね、土曜日でしたっけ、日曜日か、毎週宗教2日制じゃないから ね、そうですね。あ、そうかそうか。だから、毎週日曜日に、あの浜の町って言ってね、長崎 の一番有名な繁華街があるわけですよ。大阪で言ったら南とか北みたいな感じのとこですよ。でそこに、みんなで集まって、で募金箱を持ちながら、これ馬金箱って言ったりとか間違った人もおったりとかするんだよ。そういう話もあるんだけど、いやいや、まあ、そういうのもあんねんけど、まあ、その、募金箱持ちながらよろしくお願いしますってやるわけですよ。やるんだけど、これね、あの1回やっただけで集まるわけないよね、うん、で毎週2年間やんの。すごいな、大変よこれ。でなんかね、ちょっとテレビで取り上げられたりとかすると、あの急になんか人数が増えたりとかするあのだんだ ん, なんか人があんまりお金が入れへんなってなってきたら、だんだんしぼんでいくみたいな、なんかそういうこともあったんですよね。まあ大体ね、あの街頭募金で言うと、うんうん、あの第1回目にね、はい、まあ、泥が集まるなんてそうでもなかったけど、実は5万円ぐらいあったんで、はいはいはい、知られてないと言いながらも、うん、あの知らないなんかおばあちゃんが1万円ポッとしてくれたりして、ね、なんか若者やってるからっていうような感じもあって、うんうん、でもね、第1回目の5万円っていうのがね、実はね、何十回やったのかな、最高で、それからそれを超えることはなかった。超えないのね、最後までね。超えない、うん、1回も超えない、最ね、そこが一番多かったっていう、うん、だから実際2年間やったけど、で何十回やったかもしれないけど、うん、2年間で、まあ、だって日曜日の回数って言ったらね、1年で52が最高かな、うん、とかやから、どんなに頑張っても104回しかない、うん、まあ、でも100回はできてなくて、まあ、何十回やとしても、まあかけるなんぼで考えても、5万で考えてもねっていう話ですよね、うん。だからその1000万行くためには、いろんなやり方でね、あのいろんな方からあのお金いただいたりとかみたいな話になったんですけど、まあ、だから主軸はもう金額的にはもう一つですよ、企業周り。企業周りもまた大変なんですよ、うん、まあ、要は営業なんだけど、会社も会社からお金を出すにも税金かかるかかれへんとかいろいろあるんで、うん、その出せる出せないもあるし、うんうん、で何よりなんで高知の人間の、うんうん、長崎にっていうのは、また同じことやらなあかんかったりとかするし、大変は大変なんですよね。だからさっきも言ったけど、街頭募金でもそうだし、まあ街頭募金だったらチラシを配ってるけど、企業も一緒で、ね、まあ、さっき言ったように、まあ、2人一組で回るわけですけど、はい、まあ、最初からはよかったっていう知ってるところもあるけど、うん、今度はなんでから始まって、うん、でさっき言ったように、なんで高知の人間を話してるって、若い女の子なんかが帰ってくるわけですよ。もう一回行かないといけないね、そこに、うんうんうん。それでダメだったで終わるんじゃない。そうですね。はい、なんでって言われたところに行って、いや、実はって、まあ、だから彼らもその、じゃあ説明するために自分たちが、じゃあ龍馬との関係はやっぱり自分がまた覚えていかないといけないし。で、覚えていって、こういうですよって説明するんですね。そうです。で、まあ、ちょっとエピソードを一つ言えば、うん、で僕でも今でも覚えてる、はい、二人組がいて、はい、ダメだったと、2回目行ったら、うん、じゃあ準備ましたって言ったら、彼女も喜んだけど、
それで次に行った時に了解してくれたんじゃなくて、うん、何回か行ってたら黙って振り込みがパッてその会社から入ってたって、はい、でそれを見たらその彼女なんかがものすごくやっぱり喜ぶ感動を、いやいやそうですよね、涙流してる、はい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 、あんなにね強く断られたのにね、うん、2回行ったらそのこそっと入れといてくれるっていうね、うん、嬉しいですよね。まあ、そういう経験が逆にね、やっぱりこう疲れる感じ、うん。そうですよね。まあ、だからそういうね、若者たちがもう頑張ってね、傷ついたりとかもしながら、頑張って頑張って2年間頑張った結果、貯めたお金で、今、坂本龍馬の銅像が35年前の5月21日に建ったわけですよね。で、これがまた雨だったんですよね。あ、除幕式だね。除幕式だね。土砂降りじゃないんだけどね。うん、だから除幕式ができるくらいのパラパラ雨で、うん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 、涙雨と誰かが言った。いやいや、もう本当にね、だからね、そこにたどり着くまでがものすごいいろんな物語があって、うん、まあまあこれはもう詳しくは映画にするんで映画で見てほしいんですけど。そうですね。街頭募金もね、ずっとしたわけじゃなくて、実はね、うん、さっき言ったように、だん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 先細っていくでしょ。うん、で4人も5人も行って、最高少なくなったらもう1万円も切るような何円とかなくなっていった方が多いんですね。そうですね。じゃあ、もう効率悪いよねってことで、企業周りはしながら辞めるんですよ。効率悪いから。はい、辞めた時に何が起こったかって言ったら、回ってて、街頭募金終わってるもんだから、はいはい、え、あれも、あの活動ってもう終わったんじゃないのって言われて、そうなんですよね。それでね、結局ガイド募金の目的っていうのは地球に集めもあるんだけど、やっぱ活動をずっとこう、PR してるっていうか意味が大きいんだっていうのがね、まあ、逆に、まあ、僕らもそれで分かる、はいはいはい、まだ復活したりっていうこともあるんですか。だからそうなんですよね、世間の人って動いてるとこしか見てないから、うん、もう動いてないんやったらもう終わってんのかなみたいなね、うん、やっぱり企業だけじゃ難しいんで、もう今はその懐かしいテレホンカード、テレホンカードを作りまして、はい、事務局長が案外儲かれへんかったっつってブツブツ言ってましたけど、500円で売って多分350円ぐらいにしかならんのかな。ね、そうなんですよね。だからそんなに大したお金にならないみたいな。まあまあでも4000枚かな。だから、まあ、ああ、まあまあな金額ね、いきましたよね。いろいろやりました。何でも、はい、はい、で涙雨の除幕式から35年経ったわけですよ。でもね、これね、35年間ずっとですね、柴崎さんたちは龍馬像をね、うん、磨いたり、うんうん、金粉っていうか金のちょっと装飾をちょっとこう入れたりとかっていうのをやる活動をずっとやったんですよ、うんうん、この35年間。金はね、山崎先生っていう、そう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 、もう亡くなられたんですけど、山崎和邦先生っていう彫刻家の先生が作られたんですけど、この先生にもまあドラマがあるんですけど、ここで しゃべり出すともう番組終わっちゃうんで、この話はこの辺にしようかなと思うんですけど、まあそういういろんなドラマがあって35年経ちました。さあ今世界龍馬学校ですよね。はいはい、はい、世界龍馬学校っていうのは柴崎さんどういうもんなんですか。まあ、結局はね、活動の延長なんだけど、はい、銅像作るのも、まあ、銅像作るときは銅像作るってことが、まあ、もちろん最初の、うんうんまあ、ちょっとかっこよく言い方にはなるんだけど、うん、本当は作ったら、まあ、それで終わりだよねっていうか、まあ、あとはあまり考えなかったんだけど、はいはい、でも一応作る目的にはね、うん、この銅像 の名盤っていう碑文に書いてあるんだけど、はい、まあ、この銅像はってことでね、うん、未来を担う青少年たちへのメッセージだって書いてある、うんうんうん、僕らから龍馬からものすごく力をもらって銅像を作ったように、銅像を見てもらって、また今から社会に出る人たちが同じように龍馬から何かをね、感じ取ればいいよねっていうことはやっぱり一応書いてあるでしょ、うん、はいはいはい、だからそれをまあ堂々作った後ずっと続けてきたんだけど、 今も同じように、じゃあ今のまあ若い者だけじゃないですよ、うんうん、どなたでも年齢関係なく今の世の中見てて、龍馬さんならどう考えるかな、うん、龍馬さんなら何を語るかな、うん、龍馬さんならどう動くかなということをこう各言えばこう問いかけるというか、まあそういうことをこう話し合える場を作るろうっていうのがまあ大きいんですね、うん、そうなんですよね。学校みたいになんか誰か教える人がいて、うん、その教える人がこう一方的になんかこうやあやって言ってるんじゃなくて、うん、龍馬の生き方をネタにしてみんなでまあ楽しみながら、じゃあ俺たちどうしようかなみたいなことをまあ話し合ったりできる場みたいな感じなんですね、うんうん、そうそう、あ、だからね、銅像のこととかも話してもらってるじゃないですか、はい、もうここ実は龍馬学校なんです。
ね、ああもうそういうことですよ。今この場が龍馬学校、なるほど、はい、ということですね。なので、まあ、あの銅像から花火は始まってるんですけど、龍馬学校っていうのは、まあ、龍馬がどういうふうに生きたか、まあ、例えばその、うん、いろは丸事件談判やっただとか、あの長同盟がどうだとかなんだとかっていろいろあるんですけど、まあ、それについてじゃあ今で言ったら長同盟って何々かなとかね、大政奉還ってじゃあそろそろ岸田政権を引ずる方法だとか、まあ、いろんな話があるんですけどそういうの、まあ、きな臭い話じゃなくてね、楽しくそういうことをね話し合うっていうか、そういうことをやる場所として、まあ、柴崎さんが主催してやってるというのがありますんで、まあ、僕はあの夢人にはぜひ来てほしいなと思ったりするんで、あの龍馬なんてまさにね、だって江戸幕府っていうのがある時にこの幕府っていう枠外して日本を新しく変えようっていうすごい発想を持った人なんで、今の世の中でじゃあどうやって次の世の中新しくしていくっていうのを考えてる人がどれぐらいいるかみたいな話なんですよね。だからその当時の龍馬のことを考えながら、じゃあ俺たちはどうしていくかなみたいなことを、まあワイワイと話し合えるような場所を柴崎さんが作ってくれてるんで、うん、夢人はね、あの特に龍馬に興味のある夢人はちょっと参加してみていただくと楽しいことできるんじゃないかなと思ったりします。僕も参加してますから、うん、ぜひ一緒に龍馬の話になるのかどうなのかわからないですけど、うん、話できればいいなと思って今日は柴崎さんに参加していただいたということですので、ありがとうございました。なんか言い残したことありませんか？いや、うん、まあ、まあ言い出したらまだいっぱいあるからいいです龍馬学校というのが、まあ、はい、はい、そうですね、はい、あのまだ情報は出しておきますので、ぜひ龍馬学校、興味のある方を、ちょっと覗いてみてやってください。はい、まあ、あのこれあれですよね、 Facebook とかちょっと LINE グループとかいろいろあるんでね、またそっちの方もね、参加できる人は参加してみていただければと思っております。はい、はい、ということで今日は柴崎さんに、お話をお聞きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。じゃあまたあの飲みに行きますんでよろしく。あ、ま、待ってますありがとうございました。はい、夢人情報でございます。はい、夢人情報、はい、はい、25日の夢人情報ははい、ひなさんですね、はい、来週の火曜日に、うん、ライブに出演します。おっ、こちらがですね、まあ、ライブの情報多分初めてたかもしれない出てるんですよ一応うんうん、この日がですね、うん、あの無線イベントになってまして、うん、無線お金が、お金がかからない、うん、まあ、箱、見るときはお金いらないんですけど、うん、ライブハウスとかやったの、まあ、ひなさんとこと一緒で、うん、ドリンク代がかかるんで、ね、この日2ドリンク必要なの、うん、多分1200円でライブが見れるというもので、結構ね3時間ぐらいライブしてる、1組20分で、何組出るんやろうね、10組ぐらい出たりとかは大体するんで、ちょっと今情報は出てないんですけど、その間ずっと見れるので、うん、そこにみんなも出演させていただきます。時間帯はきっと出てるんで、うん、X で確認してもらえたら嬉しいですけど、はい、X で、はい、多分ここに出てると思います、はい、どっちかな、はい、はい、ということでこの日はあの歌ってるみんなが見れるので、はいはい、もしねお時間ある方は大阪日本橋にあるライブハウスにて出演させていただくんですが、うん、はい、ちょっと直前にならないとね、この2階3階にフロアがあってどっちでやるかがちょっと分かんなくって、きっとモテてると思うんですけども、はい、どっちかでやるので、はい、もしお時間あるか、はい、大体7時から8時ぐらいの時に出演となっておりますので、はい、もしお時間ある方いましたらお待ちしております。はい、そしてですね、まあ、日浦の方としてはですね、はい、今日25日なのでちょうど今日です。お、今日6時半から、夕方の6時半ですよ。あの 朝じゃないよもう朝終わってるからの18時30分から、はい、僕だけのフライミートゥーザムーンと大きな気になりたいがございまして、うん、そして31日金曜日に、はい、19時半からともむの上映がございますので、こちらもね、ぜひご覧になっていただきたい。まあ、ともるはですね、見といた方がいいですよ大きな気になりたいも僕だけのフライミートゥーザムーンも見てほしいんですが、ともる見ておくと、またね、はい、ここまで言っといたろう、はい、今日なんか匂わせ多いですね。うふずっともう、いいっていう今日はずっともどかしい時間がありましたねはい、はい、ということでございます、はい、じゃあ夢人情報皆さんねお待ちしてますんで、はい、
どしどし、はい、持ってきてください。あの早めに言うのも全然構わないですから、ね、6月やけど5月に言うてるも構わへんねんけど、うん、もう5月終わるから、ね、6月言いたい人早来てやということでございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、エンディングでございますが、はい、8回目かな、8回目ね、盛りだくさんです。盛り盛りです ね, ですね、はい、高めですね。そして来週は、月始めですから、また来ますよ。違う企画が、彼が、はい、中島交渉のターミネーターかターミネートの部屋からほんまや、I'll be back って帰ってくるでしょ。いやもうそうですよね。言うかない、言うかないっす。言ってほしいな、言ってほしいな、来月まで、はいはい、終わる瞬間に言ってくれたら終わるという感じなんですけどね。まあそういうのもありますし、まあいろいろと盛りだくさんで、頑張っていきたいと思いますんで、また皆さんからの情報もどんどんね受け付けてますから、よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。さよなら。